弓と矢、的と自分、そこにはそれ以外何もない。矢をつがえ、弓を引き絞る。28メートル先の直径一尺二寸の的に自分のすべての力を、心を向ける。矢が弓を離れる瞬間、鶴音が鳴り響けば、俺の感覚と景色は新しく広がり、高まっていく。